毎年夏休みには母親と姉弟私の4人で帰省していました父は仕事が休めず毎年家に残っていました母の実家は島根県の大地郡というところでよく言えば自然豊かな日本の原風景が広がる土地まあ はっきり言って田舎ですそこでいつも1週間くらい滞在しておじいちゃんとおばあちゃんに甘えながら楽しく遊びました田舎のことですのでおじいちゃんもおばあちゃんも朝がとても早く夜がこれまたすごく早い朝4時頃には起きて一番鳥が鳴く前に 養鶏場の鶏に飼料をやり始めそのまま糞を取ったり卵を回収したり深きを見たりの作業をしつつ畑の手入れをし夕方の5時頃には作業をやめて夕食そして夜の7時頃には晩酌のビール片手にうつらうつらし始めるのです自然と私たちも夜の8時頃には布団に入るのですが そんな早くから寝られるものではありません。布団の中でその日行った川での出来事や明日何をしようかなど考え始めると目が完全に冴えてしまい寝られなくなりました。夜中真っ暗な天井の梁を見るともなしに見ていると私たちのいる今の隣 おじいさんたちの寝ている六畳間の襖が開く音がし廊下をぎしぎしと誰かが歩き玄関を開けて出て行きましたそのまま夢うつつでぼーっとしているとしばらくして柱時計がボーンボーンと十二回なりああもうそんな時間かと思いました すると5分くらいして玄関の開く音がし誰かがサンダルを脱ぎ廊下をまたギシギシと歩き6畳前入っていきましたおじいちゃんかおばあちゃんが鶏の様子か畑の様子でも見に行ったのだろうそう思いあれこれ想像しているうちに寝たようで 気がつくと朝になっていてみんなもう朝ごはんを食べていました夢うつつの状態での出来事だったので夢かもしれないと思いましたがその日の夜また眠れずにいるとやはり同じように夜中に誰かが外に出て同じようにしばらくして戻ってくるのです。 次の日もまた次の日もどうやらその誰かは毎晩11時半に出て行き0時5分頃戻ってくるようです昼間に姉と弟に聞いてみても二人とも全然気づいていない様子でした大人のすることには何でも興味があった頃のことです私は、 誰が何をしているのか見てみたいと思いました5日目昼間あまり騒がないようにして体力を温存し眠らないようにしてその誰かの跡をつけることにしましたこれまで毎晩眠れなくて困っていたのに眠らないようにしようと思うと 今度は眠たくなるもので危うく寝過ごすところでしたがなんとかその誰かの気配で目を覚ますことができました気配が玄関を出ていくのを待って私も玄関へ行きサンダルを履いて外に出るとおじいちゃんが母屋から50メートルくらい離れたところにある 「孵化室の中へ入っていくところでした孵化室というのは鶏の産んだ卵を孵化器で温めて返し生まれたヒナをある程度まで育てる専用の建物で本来なら孵化所とでも呼ぶべきなのでしょうがおじいちゃんは孵化室と呼んでいました。 私もそっとおじいちゃんの後に入ってみると中は照明がついておらず深きの中から漏れるひよこ電球のぼんやりとした赤い光だけが頼りでした薄暗いというかこたつの中のような赤暗い中でおじいちゃんはすごく真剣な顔で深きの中を 覗いていましたそしてたくさんある卵の中から三つほど取り出し卵から顔を背けるといきなりブリキのゴミ箱の中に叩きつけました私はびっくりして「何しよるん!」と大声で言ってしまいました おじいちゃんは私以上にびっくりした様子で、倒れるんじゃないかと心配になるくらいの形相でしたが、私だとわかると安心したのか、全身の力が抜けたようになって、なんじゃ、ぼうか、びっくりさすなや、と、苦笑いを浮かべました。私がもう一度、何しょるんと聞くと、 おじいちゃんは「悪いんを取りおるんよ」と言ってまた深きの中を覗き始めました私はそれまでに帰る前のひなを間引くなを聞いたこともなかったのでひよこに悪いんがおるんと聞きましたおじいちゃんは「おほうよ虎には大変なことになるんよ」と言って 化きの中からまた一つ卵を取り出しました。私は卵をよく見ようと覗き込みましたが、おじいちゃんが慌てた様子で、これは見ちゃだめじゃ、目がつぶれるでと言って、すぐにブリキのゴミ箱の中に卵を叩きつけてしまいました。私が見た卵には、 中からヒナがついたのでしょう。大きなヒビが入っており、もうじきヒナが帰りそうな様子でした。ゴミ箱の中はスプラッタな様子が容易に想像できたので、見たいとも思いませんでしたが、おじいさんは私の目から隠すようにすぐに蓋をしてしまいました。その時、 ゴミ箱の蓋に何か白い紙のようなものが貼ってあるのが見えました何だろうと思っているとおじいちゃんが腕時計を見て「0時を回ったけ今日は終わりじゃう帰って寝ようや」と言いすぐに付加室から出ようとしました私も 夜中にこんな不気味なところへ一人で残されるのはごめんなので慌てて付加室を出ましたその時付加室のドアの横に何か玩具のようなものが見えたような気がしましたがもう眠いしちょっと怖くなってきたので次の日見ることにしておじいちゃんと一緒に母屋へ帰りその晩は おじいちゃんの布団で一緒に寝ました次の日午前中弟と虫捕り遊びをし帰って早めの昼食をとっていると何か違和感を覚えました「ああそうだ今日はおじいちゃんがいるんだ」 よく考えてみるとそれまでおじいちゃんと一緒に昼食をとった記憶がありませんいつもお昼の11時半ごろから姿が見えなくなっていたのですその日は村の寄り合いがあるとかで朝から出かけており11時ごろベロベロに酔っ払って帰ってきて一緒に食卓を囲んだのでした おじいちゃんは白飯に冷たい麦茶と漬物でお茶漬けにして食べていましたが途中で食卓に突っ伏して寝ていました私たちは起こしちゃ悪いと思って静かに食事を済ませ外に遊びに行きました外に出てから前の晩にちらっと見た 付加室の玩具のようなものを思い出し弟と一緒に見に行くことにしましたそれは玩具ではありませんでしたペンキのようなもので鏡面を朱色に塗られた手鏡粘土で作られた 小さな牛の像プラスチックの安そうな像か昨夜はそのカラフルな色合いから玩具のように見えたのでしょうしかしそれらは何に使うものか全く見当もつきませんでした私は おじいちゃんが昨夜卵を捨てていたゴミ箱に気がつきました昨夜は暗くてよくわかりませんでしたが明るいところで見るとそのゴミ箱の蓋には昔風の線を崩した読めない字で何か書いてある古そうな紙がいっぱい貼ってありました あ、生まれとるで。え、何、あれ。深きを覗いた弟が、卵が帰っているのを見つけました。私は、生まれたてのヒナを見たくて、深きの扉を開けました。すると、ヒナがいました。しかし、 そのひなは、他のひなとは何かが違いました。よく見ると、他のひなたちと違い、全く震えていませんでした。全くさえずっていませんでした。そして、目が、目だけが、 人のそれでしたそれは深きの棚からどさっとどまへ落ちると首を振らずすたすたと歩いていきました私はその異様さに動くことができませんでしたそれが 不可室を出て西の方へ歩いていき見えなくなると金縛りが溶けたようにやっと動けるようになりましたそして弟の方を見ると弟はよだれをだらだらと流し目はどこも見ておらず呼びかけても呼びかけても 反応がありませんでした私が大声で弟の名を何度も呼んでいるとおじいちゃんとおばあちゃんが息を切らして飛び込んでいきました「おい見たんか!?」私はおじいちゃんの形相が恐ろしくて「見てない」と答えましたおじいちゃんは 私の目を見ながら、見とるじゃろうどっち行ったんだら、と怖い目で聞きました「あっち」と私は西の方を指さしましたするとおじいちゃんは出入り口のドアの横に置いてあった粘土の牛の像と像かを持って私の指さした方へ走っていきました おばあちゃんは弟の名を何度も呼んでいましたが弟はよだれを流すばかりで何の反応もしませんでした。ひ業様と目が大たんかおばあちゃんは悲しそうに言いました。もう治らんの私は弟とそれを見るおばあちゃんに 幼いながらもただならぬ様子を感じそう尋ねました「いや某そこのあこを塗っとる鏡を取ってくれ私が鏡面を朱色に塗られた手鏡を渡すとおばあちゃんは「見ちゃいけん母ちゃんのところへ行っときと」と私をふ化室の外へ出しました 私は母と姉のところへ行きましたが、母に何と話していいものか、何も言えずに母に抱きついていると、弟とおばあちゃんが戻ってきました。私は歩いてくる弟を見て、あ,あ、何でもなかったんだ、よかった、と、 ほっとしましたが何か弟に違和感を感じました話してみると確かに弟です一緒に不可室に行ったことや昨日のこと一昨日のことも覚えていますしかしどこか何かが違うのです 母も弟に何かを感じたのでしょうおばあちゃんに「お母ちゃんまさか?」と聞きましたおばあちゃんは悲しそうにうなずくだけでした母が弟を抱きしめてワンワンと泣いたのを 覚えています弟はきょとんとしていました姉は弟を薄気味悪そうに見ていましたが母が泣くのを見て一緒に泣き出しましたしばらくするとおじいちゃんが帰ってきました「ダメじゃ間に合わなんだ?」 そう言って悲しそうに首を振りました」「ばあさん誰かはわからんが襲うても二三日のうちじゃろう喪服を出して風に当てといてくれ」「そう言うとおじいちゃんは弟を抱きしめすまんのおじいちゃんが寝とったけ小川なことにほんまにすまんの おじいちゃんはボロボロと涙を流して謝りました弟は「何おじいちゃん痛いよ」など言っていましたその声その仕草確かに弟なのですがやはりそれは弟ではありませんでした あとから、おじいちゃんは言いました。お天ンさんの一番高い国と、夜の一番深い国に生まれたひなは、お役目を持っとるんじゃ。じゃけ、殺さにゃいけんのよ。夜に生まれたひなも、ヒギ様になるの、と、私は聞きました。誰に ほうか、ば「いやんがう夜に生まれたんはもっともっと恐ろしいもんになるんじゃ」そう言っておじいさんは薄気味悪そうに不可室の方を見ましたこの時の話はこれで終わりです。 後に、私が高校の時に、実家が養鶏場を営んでいる同級生がいました。そいつに、秘ぎ様について聞いてみると、最初は何のことかわからない様子でしたが、あの夏の出来事を話すと、ああ、いわし鳥のことだな、と言っていました。何でも、今ではオートメーション化が進み、 センサーとタイマーにより自動的に12時と24時に帰りそうな卵は排除されるのだそうですあれからも毎年島根へ帰省しています弟は元気に小学校で教師をしていますもう 以前の弟がどうだったか覚えていません。だからもういいのです。あれから20年も家族として暮らしてきたのですから、もう完全に家族なんです。 先週の金曜のことなんですが会社の先輩の大村という男が死にましたもちろん直接現場を見たわけではないんですがマンションの自室で自分の両耳にボールペンを突き刺して死んでたらしいです大村自身の手がペンをギュッと握りしめてたっていうんで。 警察も事件性は認めずにすぐに自殺だと判断しました会社の連中はそんな大村の死にざまを随分不思議がってたりしましたが俺は特に驚きもしませんでしたそれでも司法解剖というやつがどうしても必要らしくて。 多分大村の体は詳しく調べられたんだと想像してます分かりきってることを調べるために体をいじくり回されるなんてちょっと気の毒だと思いましたすぐに通夜があって同じかのやつらは課長を先頭に 連れ立って公共斎場に行ったらしいんですが俺だけはどうしても外せない用事があるって課長に断って直帰しました周りから見たら不自然だったろうとは思いますが通夜なんていう湿っぽくてみんなが押し黙ってるような空間には今は耐えられそうになかったもので大村と俺とは 先輩後輩っていうこととはあまり関係なく仲が良かったんですお互いに相手のマンションの所在地を知ってたって言えばどの程度の仲だったかは伝わるかなと思います3週間くらい前のあの日も大村が会社帰りに俺の部屋に遊びに来ていて俺らは缶ビールを飲みながら同僚の陰口ばかり叩いてました 二人とも酒を飲むときは会話だけを楽しみたいってタイプだったのでテレビもつけてなかったし音楽を流したりもしていませんでした我ながら暗いなとは思うんですけどそのうちに買いためてあったビールが尽きてしまいまして俺はアルコールがなくても会話が楽しければいいと思っていたんですが大村はそれじゃ ダメみたいですぐに買いに行こうって言い出しましたしぶしぶながらも大村を連れてマンションを出て近所のスーパーに買い出しに行きました店に入るとすぐに大村が「おいなんだよあれ?」ってニヤニヤしながら聞いてきました 指さす方を見るとぼさぼさの髪を腰まで垂らした女が買い物感をぶら下げて野菜を選んでいるところでした別に何の変哲もないよくある光景ですただ一つ変わっているとしたら女が大声で笑ってることだけレタスを手に取りながらいやいやいや 笑ってるだけ。それすらも俺にしてみればやっぱり何の変哲もないよくある光景なんですあああれ笑い女だよ説明しとくと笑い女は近所では有名な人物でぱっと見にはごく普通の若い女で取り立ててどうこう言うべきところもないんですが。 確かに腰まである髪は痛み切っててボサボサなんですけどそんな女どこに行ったっているんじゃないかなってただ笑い女の代わっているところはその呼び名通りにいつでも笑ってるところなんですよいやいやいやっていうなんかから空気が漏れるような それでいて、ちょっと湿った感じの独特な笑い声をまき散らして、口の端からよだれを垂らしてるんです。だからみんな、笑い女とか、レジ打ちのおばちゃんも、お笑いさんとか、彼女を呼んでいました。まあ、ただ、それだけの存在なんですけど。吉イ風でもあるけど、 笑い声さえ気にしなければ誰に迷惑をかけるわけでもないから周りはあんまり気にしないんです気にしたとしても嫌なものを見たってちょっとの間思うだけですぐに見てみぬふりをします今になって思えばその時の小村はかなり酔っていたんだと思うんです ちょっとからかってくるわとか言って、笑い女に近寄って行ったんです。俺も酔ってたんだと思うんですけど、何しろ、大村のことを止めようとはしなかったもので。なあ、おいあんた、何がそんなにおかしいんだよ。大村は、ぶっきらぼうな口調で、笑い女に声をかけました。けれど、 笑い女は答えない「いやいやいや」って笑うばかりでした「おい答えてみろ」って世の中こんなに不景気だっつうのに何を楽しそうにしてやがんだって大村はそんな内容のことを言っていました多分それまでは 俺と一緒に陰口を叩くことで発散してたものが酔いのせいで他人にまで向いたんだと思うんですやっぱり笑い女は「いやいやいや」って笑うだけで何も答えませんでしたそんなことをしばらく繰り返してから大村は「なんだよこいつつまんねえおいもう行こうぜ」 機嫌そうにその場から離れました俺らはカゴにスナック菓子とかを詰め込んでから酒の並んだ棚に行きました大村はすぐに缶ビールを手に取ってたけど俺はビールに飽き始めてたからーハイをじっくり選ぶことにしたんですがそのうちに大村が「うおっ!」っていう叫び声を上げたんです。 何かなと思って振り返ると大村と笑い女が至近距離で向き合ってるんです例のヒャッヒャッヒャっていう声と一緒に女の口から大村の顔に唾が飛んでるのが見えましたそれから大村が両手を突き出して笑い女を押し倒すまでは 一瞬でした笑い女はフラフラと倒れてペタンと尻餅をついてそれでも「いやいやいや」って笑い続けてました買い物客とか店員とかが遠巻きに二人を眺めていて俺も気まずくなってきたから適当に酎ハイを選んで大村と一緒に そそくさと会計を済ませました。笑い女に謝ろうかとも思ったんですが、事情がよくわからないし、俺が謝るのも変な気もして、やめておきました。何があったのか聞くと、大村が言うには、お前が酒選んでるの眺めてぼーっとしてたら、耳元で気持ち悪い笑い声が聞こえた。驚いて振り返ったら、 すぐ目の前にあの女の顔があったそれで気味が悪かったからとっさに突き飛ばしたっていうことらしいんですそれからよく見たらあいつって何か付け加えかけていたんですが途中で口ごもって最後まで聞かせてもらえませんでした部屋に帰ってから また二人で飲み始めました。でも、大村はさっきのことで罰が悪いのか、元気がなくて、ふとした拍子に会話が途切れて、お互いに黙ってしまうようなことが多くなりました。そんな感じで会話が途切れると、大村はキョロキョロと視線を動かしたりするんです。そのうちに、 なんかゲームやろうぜって大村が言い出しましたこいつがゲームで遊びたがるなんて珍しいなとは思ったんですが持ってたゲームで遊ぶことにしました二人ともすぐに熱中しだして大村もいつも通りの元気な感じになってきていましたそうこうしているうちにバスがなくなるっていう時間になって大村は帰っていきました この時の俺はスーパーでのことなんか完全に忘れてたと思います次の日から大村の行動がおかしくなり始めましたまずやたらとウォークマンで音楽を聴くようになりました別にそれ自体はおかしなことではないですが出勤途中に顔を合わせてこっちから声をかけても 軽く手ををげるだけで、イヤホンを外そうとしないんです。近寄ってみるとものすごい大音量で聞いてるみたいでやたらと音漏れしてましたちょっと感じ悪いなとは思ったんですがその時は別に何も言わないでおきましたそれが昼休みにまで音楽を聴くようになりました 昼飯に誘おうとしても、大村はそそくさとイヤホンをつけて、一人でどこかに行ってしまうんです。あげく、仕事中にまでイヤホンを外さなくなりました。さすがにこれはおかしいと思っていたら、大村よりもさらに上の先輩が大村を怒鳴りつけました。それからは、仕事中に音楽を聴くようなことはなくなったけど、 代わりに独り言を言うようになったしかもうるさいとかああとか大声で言うんです周りが注意してもやめようとしないみんな正直君悪がってました見るに見かねて退勤してから大村を呼び出して話をすることにしました 大村は最初俺と話すのを渋ったんですが「にぎやかなところだったら話す」って言い出したからファミレスに連れ出しましたファミレスはそこそこの混み具合で高校生っぽいのが大声ではしゃいだりしていましたそれから俺が「最近のお前はおかしい」って切り出すと大村は「自分でも分かってる」って言った上で「 一人で話しし始めましたなかなか要領を得ない話だったんですが大雑把にまとめるとこういった内容で例のスーパーでの一件以降ふとした表紙に笑い女の「いやいやいや」っていう笑い声が聞こえるようになったそうなんです。 はじめはかすかに聞こえるという程度で空耳かもと思っていたらしいんですがちょうど背後からだんだん近づいてきてるような感じで日を追うごとに笑い声は大きくなってきてるとかで周りで音楽とか人の声とか何かの音がしているような時には笑い声は聞こえてこないらしいんですがふと 無音状態になると「イヒャイヒャイヒャ」と聞こえてくる今では少しくらい周りが騒がしくてもそれ以上のボリュームで笑い声が聞こえてくることもある何よりつらいのは夜中で寝ようと思って電気を消すと部屋中に鳴り響くような勢いで笑い声が襲ってくるので。 とてもじゃないけど寝つくことなんてできないとまとめるとさっぱりしてるけど実際には話してる途中でいきなり大声を出したりあいつがあいつがって泣きそうな声で繰り返したりするから内容をつかむにはかなり時間がかかりましたしまいにはあの女に呪われたとか あいつ幽霊なんじゃないかとか言い出す始末で俺が何よりもまず思ったのは大村は変な妄想に取りつかれてるんじゃないかってこと笑い女は幽霊なんかではないしただのちょっと変わった女でしかないですその証拠にあの日以降も俺は笑い女がスーパーで買い物をしてるところ 何度も見てるんです実在する人間なんです笑い声が独特で気味が悪いから耳に残ったっていうのと大村なりの罪悪感みたいなものが妄想の原因なのかなと思ったんです大体いいスーパーに出る幽霊っていうのもなんだか間抜けだと思いましたしそう言って聞かせても 大村はまるでこっちの言うことを聞こうとしなくて呪いとか幽霊とか繰り返すばかりで俺はだんだんイライラしてきてそんなに言うなら一緒にスーパーに行こうって切り出しました大村の言ってることのバカバカしさにも腹が立っていたし相手が現に実在しているただの女だって認識すれば 変な妄想もなくなるんじゃないかと思ったものでもちろん大村は猛烈に嫌がったんですが俺は大村を無理やり引きずるようにしてレストランから出て電車に乗って例のスーパーに向かいました電車の中でも大村はブツブツつぶやいてビビってる様子でしたやっとスーパーの前まで着いたところで 大村が「やっぱり嫌だ」って言い出しました絶対に中には入りたくないって仕方ないから店の前の駐輪場から店内を覗こうって俺が提案しましたそれでも大村は帰るって言い出していたんですが俺は大村の肩をがっちり押さえて逃げ出せないようにしました ちょっとだけ弱者をいたぶるような気持ちもあったと思います。けれど、ガラス越しに店内を見渡してみても、笑い女はいませんでした。いつも笑い女と出くわす時間は大体このくらいだから、きっといるだろうと思っていたのですが、失敗だったのかもしれないと思いました。まずいなと思いました。 ここで笑い女を見ておかないと大村は余計にあいつは幽霊だって思い込むかもしれないのでそれでももう少し待っていればいつものように買い物に現れるかもしれないって俺は粘ることにしましたそのうちに大村が両耳を塞いでガタガタ震え出したんです 聞こえるよ聞こえるよって子供が泣きじゃくってるみたいな調子で鼻水を垂らして言うんですやっぱ呪われたんだよってでも俺はそれが笑い女の呪いかなんかで聞こえてるわけじゃないってはっきり気づいていましたなぜなら「いやいやいや」っていう笑い声は 大村だけじゃなくて俺にも聞こえていましたので首だけを横に向けて振り返ると俺に肩をつかまれた大村の真後ろに笑い女が立っていました「いやいやいや」って笑いながらよだれを垂らしている俺は 大村が絶対に後ろを振り向かないように肩を押さえる手に力を込めましたただでさえ笑い女を怖がっている大村がこんな至近距離で当の本人と向かい合うのは絶対にまずい少しすると笑い女はスーパーとは逆の方向に笑いながら去っていきました 立ち去り際に笑い女が俺の方を向きました俺はそれまで笑い女を遠巻きに見たことはあってもあんな至近距離で真正面から見るのは初めてでした口はにんまり開かれているのにボサボサの髪の中でこっちを向いている目は全然笑ってない でも怖いと思ったのはそんなことじゃなくて笑い女の口そのものでしたよだれが唇の端で泡になっている笑い女の口には歯がありませんでしたそれからあと俺は随分自分勝手なことを したと思います何も知らずにまだ震えている大村を無理やりバスに乗せて一人で帰らせましたもうその時の俺にとって大村の妄想とかはどうでもよかったんですただただ自分が見たものの気味悪さが恐ろしくて早く 自分の部屋に帰りたいっていう一心でしたその日以来大村は会社に出てこなくなりました最初は俺以外のみんなは「あいつこの年末にサボりかよ」とか言っていたんですがあまりにも無断欠勤が続いたのでいくらなんでも「これはおかしい」 って話になりましたそのうちに大村が死んだってことが分かったのが先週の金曜日今となっては大村も気づいていたのかは分からないけど俺にははっきり分かっていることが一つだけある「笑い女のいや」 イや、ャイャってのは笑い声なんかじゃないよく聞くと「いたいたいた」っていってる俺には二人の大切な友達がいました。 小学校からの付き合いの友達で、社会人になってからもよく一緒に酒を飲みに行くような間柄です。去年の今頃も、その友達を含む3人で酒を飲んでいました。その友達を A、もう一人の友達を B として話を進めます。 お酒を飲みながら A が急にお前ら呪いを信じるかとか言い始めました A は地元では唯一の国立大学に進学していて専攻も理系でオカルトを信じるタイプではなく B は呪いとかのオカルト好きだったけど A がそんな話をすることがなかったから俺も B もん となっていたんですが A は話を続けました小学校の頃俺の家の近くの教正所で遊んでいた時に石に腰掛けていたおじいさんがいただろうあのおじいさんが少し前に亡くなったんだけど俺らはよく A の家の近くで数人で遊んでいました その時に遊んでいる俺らを優しげな感じで眺めていたおじいさんがいたことはよく覚えてるんです。小学校を卒業してからはそこで遊ぶこともなくなって、それ以降は見たことがありませんでした。死んだ理由は呪いだ。俺も B もキョトンとなってしまいました。 いくら B がオカルト好きでも急に呪いで死んだとか言われても B もはという感じでした A は話を続けました今年の大雪でハウスとか脆い建物とかいくつも潰れただろうあの共戦所にあった社も潰れたんだだが社の下には 怨念の込められた井戸があってその中で呪いの力を強めたものがあったそれを聞いた B がゾッとした顔をしました B はオカルトは好きですが霊的な現象を信じているわけではなくそういう映画を見たり伝承を調べたりしてみんなと話をするのが好きって といったた感じでした強い思いは具体化するみたいなことは本気っぽく言っていましたそれは何十年も前に部落に何人もの死者を出したおぞましい塾だその塾が再び人を呪いまずはおじいさんが殺された 俺は正直な話あきれていました学生の頃ならまだしも30も過ぎた男が話す内容ではないでも B は強い興味を抱き話し始めましたそれって俺らの地元に伝わる孤独のことかなだったら聞いたことある その名前は A は聞いていなかったらしく「孤独?」と逆に質問していました B は話を続けました「違うの俺が聞いたことあるのは100年近くも前にあの近くに住んでいた女の旦那が死んだその旦那は女に暴力を振るっていたので 女が旦那を毒殺したと噂があったけど、証拠があるわけでもなく、捕まるようなことはなかった。しかし、近所の人は意味嫌い、その女の子供と自分の子供を一緒に遊ばせることも避け、女も子供ものけ者にした。孤独になった女は、何かの宗教のようなものにはまったらしい。 昔のことなので今でいう信仰宗教とはまた別のものかもしれないのだけどそれからしばらくして同じ地区で子供が亡くなる疫病が流行った実際に4人の子供が亡くなったらしい医学が進歩してない時代なのもあってその女がのけ者にされたことを恨んで 呪いをかけているのではという噂が流れた村の人は実際に女のところに行って呪いを解かないとお前も二人の子供も殺すぞと言ったらしい女は不気味に笑いながら呪いを解く方法を言ったらしいその方法が孤独だ B は続けて その方法とその後を話した。三人の子供を井戸の中に一ヶ月閉じ込める。食べるものがない井戸の中では別の子供を食べるしかなく最後に生き残った子供が呪いを破ることができる。だけどそんなことをさせる親が いいるわけがない怒った村の人はその女と二人の子供を井戸に落として閉じ込めて蓋をした呪いをかけた人物がいなくなれば終わると考えたらしい女自身が孤独の虫にされたわけだしかし 一ヶ月経っても、ごつごつと石を叩く音が中から聞こえる。蓋を開けたのは、音が聞こえなくなってしばらくした、一年後のことだった。蓋を開けたら、女の死体と子供一人の死体。なぜか、もう一人の死体は、 発見されなかった井戸は血と爪の跡でひどい状態普通なら井戸の水で血が落ちるはずなのにべったりとついていたとか死んでいるのを確認してからもう一度蓋をしたらしいだけど疫病で5人目の死者が出た 呪いが終わっていないと思った村人たちは恐れをの,のいていたそんな状況の中で徳の高い坊さんに助けを求めた状況を把握した坊さんは少なくとも最初の4人は呪いではないと言ったのけものにされ子供にまで惨めな思いをさせられた母親が 嫌がらせで孤独の話をしただけだと。しかし、村人は孤独を実行してしまった。虫で行っても恐ろしい孤独を、人間で、しかも、親子で行ったとなると、想像もつかないほどの憎悪が生まれていることになり、簡単に消すことはできない。 井戸の中と井戸の蓋の上に一つずつ仏像を置いて呪いが外に出ることを防ぎ長い年月の中で恨みが薄くなるのを待つしかないとのことだった坊さんは二つの仏像を掘って呪いを抑えることにした一つを井戸の中に入れるために 蓋を開けたらしいそこで坊さんはさらに驚愕した女の首にかけられたネックレス状のものが強烈な恨みをまとったジュグになっていると子供と自分を殺される女の恨みしかも呪うために自分の子供を もう一人の子供と一緒に食べて石で骨を砕き砕いた骨を子供の血で染まった衣服で包んだものだとこれはもう完全に抑え込むのは困難だとのことだったこの銃具を使い母親は村人全員を殺すような呪いをかけている もうこの場所から逃げるしかないと呪いを信じた村人は引っ越し信じなかった一部の人は残ったその残った人は短い間に全員が病気で死んでしまったらしい一度完全に村から人がいなくなったことになる 長い年月が流れて、また村には人が戻ってきたけど、呪いが完全に消えたわけではなくて、今でも呪いが外に漏れないように二つの仏像で抑えているとか。B が話したのは、そんなような話でした。A は自分の知っている内容とは違う。 と言いながらも B によく知っているなという雰囲気でした俺はホラーは大好きなので面白半分で聞いていたんですが A と B は真面目に話していました B は俺はオカルトは好きでも信じたりはしないでもこの話はまるの坊さんに聞いた話だから 全くのでたらめではないと思っている。呪いとかは、ただの言い伝えにしても、何か話のもとになる事件があったかもしれない。と言った。映画、あのおじいさんが死んだのは、その黒い袋が原因だと言い、少し静寂があった後に、人を呪い殺す力を得たら、 何をすると言い出しました。俺も B も「えっ?」て感じだったけど、二人とも「何もしない」「そんな力を欲しいとも思わないし、そんな力があったらむしろ捨てたい」といった形でした。A、は リアルに想像できないとそうなるような、とか言っていました。楽しい話ではなかったので、強引に話を変えて、その日は解散しました。解散後、携帯に B から電話がかかってきました。今から二人で会おうとのことでした。俺も、 早めの解散で飲み足りないと思っていたので B と飲み直すことにしました B が A のことをどう思うと聞いてきました明らかに弱った感じだし変だよねと話すと B は前に会った時に話に出た A の話を覚えてると言ってきたので 覚えていると話すと、確かにあのおじいさん亡くなってたよ、とのことでした。俺はあの時に衣服で包んだものとは言ったけど黒い袋なんて言ってない。あいつは少なくともあいつ自身が呪いの道具と思い込んでいる何かを手に入れたんじゃないかと思った。 あいつが、まずは、おじいさんが殺されたって言ってたから、他にも、周りに死んだ人がいないか調べてみたけど、特に他に死んだ人はいなくて、その点は安心した。それを聞いて、B は、本当に呪いとかを信じてるのかと思い、本当に呪いなんて信じてるのと、聞いてみました。 B が言うには。いや、俺だって呪いなんて信じないよ。でも、強い恨みが伝われば、何らかの悪影響を及ぼすことはあると思う。とのことでした。B は続けて。呪いは信じないけど、伝承が伝わっていたことは確かだし、もし伝承通りの道具が存在しているのならば、人を狂わせる力は、 あるのかもしれない「今日飲みながら絵を観察していたけど明らかに普通じゃない何かあるなら止めてあげないとこの間の孤独の話だけど母親が自分の子供を食べていたなら夜叉だ人を食う鬼は夜叉になる」。それは 他で聞いたジグの作り方とも一致する呪いなんてものは存在しないでもそれができた原因を知ったのであれば精神を病んで異常をきたしても不思議はない俺たちが A を支えてやらないとと言っていましたその翌日に B は事故で亡くなりました。長い付き合いの友達なので本当にショックだった。B の葬儀で A に会った。葬儀の後に二人で食事に行ったのだけど、あいつは俺のことを悪く思うからこんなことになるんだ。 飲んでいる時にあいつ俺のことをじろじろ見ていたろうとかまるで B が死ぬのが当たり前のようなことを言ってくる俺が何を言ってるんだという雰囲気を出すと A はニヤニヤしながらポケットから取り出した何かネックレスにするような 紐のついた黒い袋でした俺は本当にゾッとした A の雰囲気と袋の雰囲気が一緒というか何か別の空間に連れて行かれた感覚というか本当に呪いか何かの類ではないかと思ってしまった A に、まさか B の事故にお前が関わっているわけじゃないよなと聞くと、まさか呪いなんてあるわけないでしょう。と、A は不気味にニヤニヤしながら言った。さらに、でも俺に悪意を持ってる奴はそうなるのかもね。と言うと、 恐ろしくおぞましい影を感じた俺は A の気に触らないように会話を進めてその日を終えたそれからしばらくして A に呼ばれた電話越しに「あれが来るあれが来る」とブツブツ言っていて 状況がつかめなかった A の家に行くと部屋に通された A の部屋には何度も行っていたがまるで雰囲気が変わっていました部屋中にお札が貼ってあったり何か赤い文字が大量に書かれていた A は やっぱり使ってはいけなかったと震えている俺にはすぐにあれのことだと分かった A にあれはどこにあるのか聞いたが答えないお前も俺を呪う気だろうと言って取りつかないなんとかなだめようとすると 大暴れしだしたのでその日は帰ることにしたしかしそれ以降は A に連絡が取れなくなった A の家に行っても出てこないしばらくして A が亡くなったとの連絡を受けた死因は心臓発作とのことだった 葬儀は家族葬で行われて、俺は参加できなかった。俺は短期間に二人の友達を失いました。二人とも大切な親友でした。その親友の死を呪いなんてもののせいにしたくない。でも、A が亡くなってから、 今までに A の家の近くで3回も葬式が出ている普段は数年に一度しかない程度の小さな地区なのに A が持っていた黒い袋はいまだに A の家にあるのでしょうか